しましょう。忍びの定めは死の定め。影に生まれて影に散る。忍びの定めは死の定め。人の歴史に最悪あり。それは人知の及ばぬ現世の断り。人の歴史に最悪あり。この世界は大規模な天変地異によって幾度も壊滅的な危機に見舞われてきた。しかしそれは天災ではなく邪悪な破壊の意志によるものだった。この大いなる災厄に全てをかけて抗うこと、それこそが現代に生きる忍びたちの究極の任務なのだ。何よこの声。みょうびちゃん、こっちこっち、こっち見て。こっちこっちじゃない。あんたなんて格好してんのよ。ったく、で何が見えるのよ。忍び結界を張って何をやってるのかしら。あの日の中に飛び込んだら絶対熱いよね。リョーナちゃん絶対気持ちいいよね。だからバカ。願わくば別の場所、別の時代、別の時間において幸せな人生を。みおびちゃん、あれ？お姉ちゃん？病気よ。お姉ちゃんに触らないで。おお、お前たちは。ローナ。お姉ちゃん。
大丈夫？ねえ、リョウビちゃん、今のもう一回やろう。え？バーンってなって、ピューンって飛ばされて、ズドーンって落っこちて、こんなに痛くて気持ちいい遊びがあったなんて。リョウナちゃん、あんたね、バカじゃないの？リョウナちゃんをバカって呼ばないで。じゃあなんて呼べばいいのよ。バカ犬って呼んで、それがダメならメス豚って呼んで。あんたと話してると頭が腐ってくるわ。そんなことより、さっきあそこにいたのは姉さんよ。そうだった、気持ちよくて忘れてた。あれ絶対病気お姉ちゃんだったよ。お姉ちゃんに会いたい。リョウビちゃん、さっきの場所に戻ろう。あ、うん、そうね。でもどっちに行けば戻れるんだろう。ほら見て、あっちに光が見えるでしょ。きっとあそこよ。本当だ、あそこにさっきの光る棺桶があるんだね。絶対生き返ったんだよ。もう細かいことはいいから早く会いに行こう。どうしたの、リョウビちゃん。なんでもないの誇りを舞い掲げるわ。Yeah!
見たことのない忍びたちだったけど、どうして襲いかかってきたんだろうね。まあいいや、今は絶対それどころじゃないもんね。よし、行こう、リョウビちゃん。はあ、なんか乗り気じゃない感じだね。本当にどうしたの？病気お姉ちゃんに。うるさいうるさい、そんなことは分かってるって。このメス豚。そっか、リョウビちゃんは良きお姉ちゃんを前に緊張しているんだね。だったね。せーの、こちょ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 。ちょっとやめなさい。くすぐったぐらいで解決する問題じゃないんだから。どんな問題なの？それはその心の準備よ。心の準備？ああ、そういうことか。胸にパッドを入れているのを良きお姉ちゃんに見抜かれるのが心配なんだね。はあ、そんなわけあるか。つまんないこと言ってるとぶっ殺すわよ、この豚クズカス。そういう変態チックなところ姉さんには見せないでよね。絶対にいい顔しないから。そんなことないもん。病気お姉ちゃんはリョウナちゃんのこと大好きだもん。リョウナちゃんのこと好きだって何度も言ってくれたもん。あんたがそんな調子だと姉さんだって梅酒みたいに顔をくしゃくしゃにしてドン引きするわ。おいおい、それを言うなら梅酒じゃなくて梅干しだっての。リョウビちゃん、その一人ツッコミ一人ボケはやめた方がいいよ。特に病気お姉ちゃんの前では。うるさいうるさい、とっとと姉さんを探しに行くわよ。はーい、病気お姉ちゃん